おれお前ほんまふざけてんのか。俺マジ電話して言ったろか思うぐらい腹立って。ここはな、重症の患者が来るから症状軽いって折れてるやんけ軽いんかそんなもん。そこの病院にじゃあこのひどい重症患者しか見ませんって書いたんやったらええ、うん、関係あれんやな、書いてへんし。対応がくせえんやん。これでも医者なの、もうやめたらええねんと思う。はい、サンバが取り合うです。はい、元気ないじゃない、怒ってんね。なんで怒ってるんですか。プン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 、あかんわ、やっぱりあかん、うん、ふざけてる、はっきり言ったらほんまにこの間ね、はい、もうふざけてることがあって、うちの患者さんでね、足の第一指親指ね、うん、まあ節骨骨折ながあった、まあ、認知症の患者さんね、こんな感じの症状のね、両方とも夫婦高齢で、まああの病院連れて行くのも大変な状態なんやけども、あのまあレントゲン写真を紹介状僕が書いて送ったら、うん、まあ、向こうの病院でレントゲン撮るやんか、うん、ほんなら折れてますと、うん、ほんならね、その整形外科の先生がまた近くの整形外科に紹介をされたと、その患者さんはね、うんうんうん、まあ、僕のとこで同意がもらえれば治療できるけど、同意できんかったらまあ僕往診行ったり保険を適用せずにまあ行く やろうかっていう話をしてたけども、うん、でまあ骨折でもある程度、まあ、あの転移って言ってズレがなくて、もうその手術とかは全然せんでいいレベルって言われたけども、3ヶ月かかるって言われたのに違う病院行ってくれと、うん、なんなんやろうと思って、まあその後に折れてましたっていう形でうちに来てくれて、でもなんかそういうこと言われたから、まあ、近くの方が行きやすいからね、その夫婦もタクシーも乗ったりしながら行かなあかんしって言って、ほんならまあ患者さんが選べるもんやんか、やっぱり病院って、うん、いやこっちの方が近いんでこっちで次やってくださいって、あの言いって言ったんよ。ほんならあの3日後に来てくれ言った時に行ったらまたレントゲン取られて、なんで2回取ったのか分からへんけどな、それも。それであの近くの方がいいからってその患者さんがあのお願いしたんですよ。なら、うん、そんなのほんといてみたいな感じで、うん、なんか言われたらしくて、うん、なんか言うこと聞かへんやったらみたいな、それいやほんまに俺ほんで紹介状書いてるやん俺からしたら、うん、でそれを送ってんのに返事も来へんし、そいつ。で折れてたのは患者さんが俺に言いに来てくれたから折れてる、うん、でもいきなりそんな回答されて、でその患者さんもえっ、ー、ってなったけど、帰りに次いつ来たらいいんですかって聞いたらしいな、うんうんうん、ほんなら3ヶ月かかる言ったくせに、あもう終了、あもう終了、あもう終了、帰ろうかもって言われね、ぐれぐれピーやねじゃあかんで、ぐれお前ほんまふざけてんのか。それはほんまに、いや俺マジ電話して言ったろか思うぐらい腹立って、まあお前ほんまにふざけてんなっていうぐらいな、紹介状もらってるからレントゲン3日後に取るっていう意識があるんやったらその対応は確かに、で3ヶ月かかる言うてるぐらい、ほんでなんつったったらな、ここはな重症の患者が来るからこんなやつ軽い症状はなんかちゃうとこやみたいなこと言われたって言うんだけど、症状軽いって折れてるやんけ軽いんかそんなもん。でそこの病院にじゃあこのひどい重症患者しか見ませんって書いたんやったらええんで、関係あれんやな、書いてへんし、で今までそこの病院に送ってるし、うん、他の先生はちゃんと紹介状返答もあって、うん、帰ってきてるし、であのこっちでお願いしますであったりこっちで見ますとかいろいろ返答はあって折れてましたということでちゃんと俺の手紙も来るやん、うん、来てへんし、うん、そいつはなんかもう治療放棄するというか、うん、患者さんが困ってはんねんその人も。もう言うこと聞かんねやったらみたいな。そう。でも自費でもいいから俺のとこで見てもらえるって分かってるからその患者さん切れながらも帰ってきたし、うん、もうそんな話聞いたことないなっつって、うん、なんか病院は病院で、まあもちろんその、あの今大きい病院から個人病院に送るっていうなんかその流れになってるけど、それならそういう説明をしたらええやん。うん、
そんなんもせんと、うん、ここはなんやそんな軽い症状じゃなくてもっと重いとかなんか言われたんで5時間待されたっていうのよな。なんか予約してんのに。ほんでそのお母さんも80超えてお父さんも認知症もあって俺認知症もちゃんと紹介状に書いてるし、うん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 、ちゃんとやってんのにな。それでいきなりそんな風な返答でな。でちゃう別に手術せなあかんとかそのここでは手術できひんから大きい病院でって言うと分かるけど、うん、普通にちょっと距離また離れたとこ紹介されて、あで行きづらいから紹介したところからさらに遠いさらに遠いところ に紹介しようとしてるってこと、ね、俺は別にレントゲンとのその患者さんに近い整形外科、うんうんまあ、大きい病院に、うん、それは近い方がいいしタクシーで乗らなあかんし、うん、認知症もあるからお父さんも分かってへんからって言って、うん、ちゃんと紹介状にも書いてやってんのにもう対応がクソやねんほんまに。それでも医者なんほんまにもうやめたらええねんと思うほんまに。そういうやつって信じられへんな。患者さんが困って折れてるんやし、うん、腫れてこんな状態になってて、うん、これをなもう終了って言えたな思って、うん、認知症でここのが近いからここで見てくれって言ってるだけやのにな。そうやねん。ほんでここでレントゲン取ってそっちで任せたらええって俺も言ったから、うん、そうやって言ったのに、うん、何を気がなんかこう立ったんか知らんけど腹立ったんか知らんけど、うん、もう言うこと聞けへんなったらもう終了みたいな、うん、症状が軽いって言われに3ヶ月かかるんや。そうやね3ヶ月かかる言いながら軽いやつは見えへんとか。それは矛盾やわ。いやわけわからん。患者さんが病院選ぶ権利があるし患者さんが選ぶべきやし、うん、ここがいいって言ってる人に断るっていう意味が分からへんし、あれもうちょっと言い方がほんまにあって、うん、その言い方自体もやし、うん、でこの患者さんは僕、まあ、結局根野先生が往診を今専門でね開業してあるから往診をメインでやってるんで、うん、ここ貼っときますけどこういう形でやってるんで、うん、あのお願いして僕も他の患者さんあの普段は行ってるやってるからあの行かれへんからということで、まあ、その患者さんにも説明して、まあ、理の先生が行ってくれても感知したんやけども、もうなかったらお前どないすんねんそれ。ほんまに聞いてる話、まあ、ほんまに舐めてるんで。もうお母さんもほんまにへこんで帰ってきてたし、いやほんまにこれ医者やからとかもう人間的にお前終わってるマジで。次いつ来たらいいですかねって聞いたら、うん、もう来んでって言われたっていう。お前何のために医者やねん俺らはな。もちろんアホやし医者になれへんかったかもしれんけど、その患者さん治すっていう気持ちはな、医者も柔道整復師も一緒やろ。困ってはんねんから、なんやねんその対応マジで終わってるわ。それはかね、あもうあんな医者には絶対もう見てほしないし、まあ、別にええけど、もう紹介状書くんも嫌やなその病院。ほんまに腹立ってきて電話しとるかも。ほんまにでもここから近いな、その病院が一番近くて、そこに紹介状書いたら、うん、1回目は見てくれたけど2回目の時によそに紹介されて、ほんまにあれけど認知症でここじゃなが一番近いからここで見てほしいって言ったら、まあ、言うこと聞かれへんやったらもう混んでねって感じ。なんでいちいち紹介する意味あんの。そっから整形に整形、整骨院来て整骨院紹介するのか。いやお父さん認知症もな、普通の認知症よりも想像してるよりもやっぱりひどいし、折れたことも分かってないし、うん、でそれもちゃんと俺も触診して折れてんでってこう触れば分かる、うん、あほんまでね言うて、ほんまでっかー言うてな、うん、折れてますね言うて。で病院から家の距離も分かってないからタクシーを呼んで乗ろうとお母さんしてるけど、お父さんも自分で歩いて帰るってもう言って聞かへんくて、うん、そこから折れてんのに歩くしな。そう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 、うん、だけどそれでも折れてはんねんから重症でもないからって言われたって、うん、その手術必要じゃないけど骨折って痛いもんやんか、それを折れてるからって確認せなあかんわけ俺らは。折れてんそのままやってもええで、だけどちゃんと同意をもらってってやる決まりが法律があるのでやらなあかんけど、それをやったのになんで向こうの医者がその邪気に扱ってもうええ仕込んでええとか、それって何、病院がここがいいですってここのクレームを言ってな、ここのもうじゃあやたらとさもうクレーマーみたいにさここの病院でなとか言うのがもうええわそれやったらこんどいてくれって言うんやったらまだわかる、こっちがなんか患者さんが言い過ぎたとか、その何も非はないし、折れて紹介状紹介されて俺が紹介して行ったんやし、だけどここが近いし次もここじゃダメなんですかって聞いたら、いや紹介するからって言われて1日目終わって、その3日後に行ったらもう書かれてて渡されて行ってみたいな言われたって、最後のレントゲン何なの1回
3日でなんか変わる折れたのやつ。なんのお前金儲けか、クソ。取るだけ取って言うこと聞かんかったら。でもなんや、3ヶ月かかるから言うて。もう終了や、3日で終わり。なめとんな。まあだからほんまにそういう先生ばっかりじゃないよ。もちろんやってくれる先生もいるし、ちゃんと回答をくれて、ちゃんとこう折れてましたということで、ちゃんとくれてる先生の方が多いけど、まあ、ほんまにクソみたいな医者はほんまにおるんやん思って、時期的にこう入れ替わってもう緊急で今日はね、ちょっとこのイライラがもうみんなにもそういう病院があるよと、そういう先生がおるよと、医者やからって言ってもな、もう何様やねんって話。ほんまにびっくりしたわ聞いて。やばい。だからまあまあその人治ったらよかったし、俺らがおったし、まあちゃんと治ったんでよかったけども、その患者さんがもしこういう僕らのとこのなくて不安で行った人がやったとしたら、えほんまにありえへん対応だと思うんで、もう皆さんもねちゃんとその病院が悪いとかじゃなくて、先生当たった先生が悪いとこんなんなるんで、まあ他にもみんなそういうのあったよみたいなコメントくれたら、もうほんまにふざけんな言うてみんなで言いましょう。結構あるんじゃない、他にもあるけど今回のはひどいんで、うん、マジでそいつの医者の名前も聞いたし、もう電話しろかなって言ってます、はい、まあ切れてもあかんねんけど、うん、まあ見てもらってるんやしっていうのもあるよ。だけど立場的にしたのもわかる。でもな、その立場だけじゃなくて人間としてお前はな終わっとんねんなっていう医者やな。まあでも違うか、でもその病院にかかってるって言ってたから、うん、そうそうそう、整形とか分かれてるからね、うん、まあでも腹立つ話でした今日はね。はい、皆さんもちょっとね口が悪かって申し訳ないですけども、チャンネル登録をしまくってください。口悪いけど、うん、はい、でね、こうやって喋ってますけどほんまにイラついてるんでね、いいねと、登録と、もうちょっとしたら1000人いくのでします。はい。では今日は鬱陶しい医者の話でした。